土山線は、かつて、兵庫県加古川市の別府港駅から同県加古郡、張馬町の土山駅を結んでいた別府鉄道の鉄道路線。1984年2月1日に廃線となった。野口線と同じく別府港にある多目製屋所で製造された化学肥料や製鉄化学工業の製品を輸送するために、 国鉄山陽本線との接続路線として開業した。国鉄高砂線を経由する必要のある野口線と違い、直接山陽本線に連絡できることから、国鉄との連絡貨物輸送が主体である一方、旅客輸送も行っていた。沿線は、住宅、工場、田畑が混在しており、複数の団地もあるなど、一定の人口集積がある地域だったが、 列車本数も少ないことから利用客はわずかしかいなかった。廃止時点のもの。当線はすべて機関車牽引の列車で貨物列車の車掌車代わりのような形で客車が連結され客扱いを行っていた。別府港駅ではプラットホームに接していない線路から発車することもしばしばあり、乗客は線路に降りてドア下に垂れ下がったステップに足をかけて乗り込んでいた。 1969年12月時点では、貨物列車2往復、混合列車4往復、祝日運休の旅客列車1往復であった。所要時間は、貨物列車と混合列車が14分、旅客列車が10分であった。1984年1月時点で、1日4、往復の旅客列車が運行されていた。これらとは別に、 川崎車両加古川工場が所在する、川崎車両工場前信号所から申請された貨車も、搬出された。別府鉄道 DC302 播磨町郷土資料館、別府鉄道ハフゴ播磨町郷土資料館、別府港駅、中野駅川崎車両工場前信号所土山駅関西圏都市交通研究会は、加古川、高佐護 LRT として、 道路線の復活による野口別府土千山の LRT 敷設を提言している。ありがとうございます。